はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアラン・ヤクラウスです。今回は、プログラミングチャレンジの第7週、文字列について、始めます。では、文字列、えっと、なんで、競技プログラミングの中の文字列問題というのは、よく出てますね。文字列は競技プログラミングだけじゃなくて、リアルワールドの、アプリケーションにもいくつかありますね。特に、研究環境の中で、バイオインフォマティクスのデータ処理の中で、遺伝子データが、皆さん、なんか高校から覚えてると思うんですけど、遺伝子が A、G、T、C ですね。その4文字で遺伝子が表現できますので、実際に、バイオインフォマティクスの遺伝子データが文字列のデータになっていて、バイオインフォマティクスのよく使われるアルゴリズムが、そういうふうなストリングマッチングとかがもう入っています。コンピュータサイエンスに行くと、ウェブのソフトを作る人は、なんか、いろいろなウェブサイトの API と話していて、で、そのウェブサイトから API で来るデータが、JSON、つまりテキスト式で来ますので、その時も、文字列の、処理が必要ですね。あと、ヒューマンインターフェースのところも、文字列を使うことがあります。では、競技プログラミングの中で文字列問題ってどんな感じですかね。主に、特別な入力、ただの数字で、イントとかロングの読み込むだけで終わらなくちゃなくて、インプットをトークンに分別したりとか、インプットの中に言葉を分けしたりとかっていうこともありますね。あと、アルゴリズムに行くと、動的なプログラミングを使って、その文字列のパターンを見つかることが多いでしょう。ですね。あと、特別なデータ構造で、その文字列の特徴を、着目することですね。それは、それぞれが今回の授業で、話したいと思います。では、今週のトピックスを、こんな感じになります。まず、ここで書いてると、なんかその文字列の Java と C++ の、基本的な、ライブラリについてを少し話しします。で、次は、文字列の代表となるアルゴリズムは、ストリングマッチング。つまり、文字列で、部分の文字列、サブスティングを、検索、探索、検索することですね。その中に、ナイーブ、全探索と、KMP 法と、Z 法。この3つのアルゴリズムについてを、なんか簡単に申し上げます。あとは、文字列と、DP について。その時だと、エディットディスタンスのアルゴリズムと、エディットディスタンスのアルゴリズムを使って、カモンサブスティング、ロングストカモンサブスティングの問題と、パリンドロムの問題についてを簡単に話します。最後に、サフィックスツリーとサフィックスアレイのデータ構造についてお話します。あと、サフィックスツリーとサフィックスアレイが、文字列の、サフィックスとプレフィックスを、中心にする、データ構造で、そのデータ構造を使って、前のアルゴリズムをもっと便利に実装できることですね。はい、じゃあ、それは、この流れで今回の授業をやりたいと思います。では、まず、C++ と Java で、文字列の主な、関数を復習したいと思います。みんな知ってると思うんですけど、C++ と Java で、どういうふうに文字列を、データ構造するか。C の場合ですと、この2つの方がありますね。char の行列と、string というオブジェクトですね。string のオブジェクトが C++ だけで、char の文字列は、違う方と C 両方が使います。で、char の文字列の場合ですと、
ストリングの後に、このゼロというキャラクターが入れないといけないんですので、まあ、余裕を持ってデータ、メモリを置いておきましょう。Java の場合だと、このストリングっていうオブジェクトで、文字列を保管します。なお、Java に気をつけないといけないことが、Java のストリングオブジェクトが、イムータブル。つまり、一度作ったら、そのストリングオブジェクトが変更はできません。変更する、したい場合だと、新しいストリングオブジェクトを作って、その新しいストリングオブジェクトに変更のデータを入れないといけないですね。それはまあいろいろなコンセクエンスがあるので、それについてまあこれから少しずつ話していきたいと思います。ではデータの入力もまあみんな知っていると思うんですけど、C++ の場合だと scanf。scanf は結構便利な関数で、ここで何を読み込む。で、ここはどのデータに読み込む。これは、ここはうまく書くと、いろいろなパターンのデータに、自動的に読み込むことができますので、ぜひ、scanf のマニュアルを読んで、この入力ストリングは何を入れるのかを調べてみてください。あとは、なんか、一つの言葉を読みたいの場合だと、まあ、通常のシーンでストリングに入力すると、まあ、ここのストリングで一つの言葉。つまり、スペースに、分けている言葉をここに入れます。あと、一つの言葉を読みたいだけじゃなく、一行を読みたいなんですね。そうすると、まあ、いくつかの関数が、あると思うんですけど、この代表的にこの3つを、に話して、get と fget と getline ですね。gets と fgets が C と C++ 両方共通の関数なんですけど、gets が、なんか、家業のキャラクターが来るまでに、どん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 データを読み込んで、str に入れる。ただし、gets ではね、問題は一つある。それは家業までにデータどんどん読み込むことにするから、家業が来ないと、どん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 なんかその、行がすごく長くなると、str の、スペースを超えることがありますので、その場合だと、なんかランタイムエラーとかメモリーエラーとか起こり得ます。それに対して fget が、この真ん中の、まあ、この2つの便利なパラメータがあります。まず、この真ん中のパラメータが、最大これぐらいのキャラクターを読みます。つまり、get が、家業来るか、それとも、1000キャラクターを読むまでに、読み込む。ですね。なんか、それを超え、なんか、これを超えてメモリを破れることは心配してるなら、まあ、fgets で、ここは、ということはいいでしょう。あと、このパラメータが strin ですね。あ、そうか。これ stdrin。これはちょっとなんか、タイプなんですけど、これはどこから読み込むんですね。通常は stdrin から読み込んで、それだけじゃなくて、例えばファイルから読み込むことも可能ですし、まあ、これは、プログラミングコンテスト、オンラインジャッジのウェブサイトにあまり使わないけど、なんか自分でファイルから読みたい場合ですと、ここで、なんか読み込み先は変えることができますので、まあ、便利でしょう。あと、getline が、C++の場合なん、C++ なんですけど、これはなんかどこから読んでいる。例えば、まあ、シーンっていうオブジェクトでから入力を読んで、そして一つ、一行が str に入れます。ですね。これも扱いですね。で、Java の場合だと、まあ、スキャナーっていうオブジェクトですね。まあ、みんなも、Java を使っている人は、前もスキャナーが、システムアウト、システムインとかシステムアウトより早いので、スキャナーを使いましょうって言いましたので、まあ、みんなもスキャナーの使い方は知っているだろうと思うんですけど、スキャナーが、まあ、新しいスキャナーのオブジェクトを作って、で、ストリングが、str がスキャナー next にすると、ここはまあ言葉を入っているなら、その言葉は str に、これはまあスキャナーをトークン化にして、なお、一行を読みたいなら、スキャナーのオブジェクトの中で next line っていう、関数もありますので、これは、まあ、家業までに、読み込んで、それは str に入れます。あとは、なんか、
スティングの2つのスティングが同じであるかどうかをテストするのと、まあ、この str イコールテストということは C と C++ の場合だとできるんですけど、普通はまあこの str コンプもできます。str コンプの場合だと、まあ、コンパリソン、なんかその比較の関数なので、比較関数のように、同じであれば0が戻ってくるんですね。と、str がテストより、アルファベット順に先であればマイナス1が出てきて、アルファベット順にテストの後に来るなら、1に来るので、C と C++ でソート関数を、使いたいなら、まあ、str コンプが、文字列のソートはできます。Java の場合だと、なんかこのイコールがちょっと使えなくて、それじゃなくて、str equals テスト。これは str が文字列のオブジェクトですね。これは str がテストとイコールであるかどうかをテストすることです。あとは、2つの以上、あと、ストリングを、くっつく場合ですね。それは英語で言うと concatenate ですね。concatenate って聞くと、まあ、2つのストリングが、くっつくっていう意味ですね。で、C++ の場合だと、まあ、このストリングコピーっていうことは、くっつくじゃなくて、入れ替えるんですね。ストリングのメモリの中に、この hello っていうストリングが、ここに入れます。ストリングカットですね。このカットが、猫じゃなくて、そのコンカテネイトっていう意味ですね。だから、ストリングカットが、ストリングコンカテネイトっていう意味で、str の後ろにワールド。ですので、この2行が、一つずつを自己すると、str の中に hello world が入れていきます。もう一つのやり方は、なんか str のオブジェクト。これは C++ だけなんですけど、これは C でも使います。C++ の場合でと、str hello にすると、次は str.append。string のオブジェクトの中に append という変数が入ってて、あと関数が入ってて、str append が後ろに、ストリングの後ろに、くっつくことができます。で、Java の場合だと、これができますね。string hello と string プラス world。これはくっつくなんですけど。でも、これを気をつけないといけないのは、この str にくっつくじゃなくて、新しい変数を作って、その str に新しい変数のメモリを入れる。ですので、新しい変数を作って入れ直すのは時間がかかりますので、これは大きなフォーループに入れると、すごくプログラムが遅くなりますので、これしないように気をつけましょう。ですね、あと、文字列の中に、キャラクターを変更したいなら、まあ、C だと、C と C++ ですと、ストリングでも、キャラクターの行列でも行列ですので、インデックスを入れて変更することは可能ですね。それはまあアレイと一緒で、ベクターと一緒ですので、まあ、普通にベクタルの中のメモリを変更することが可能。Java の場合だと前も言ったんですけど、ストリングのオブジェクトがイムタブル、つまり変更ができない。ですので、Java を1文字だけを書いたいなら、新しいストリングを作らないといけないですね。それは結構不便ですので、それをよくしないといけない場合ですと、ストリングバッファーを使うか、キャラクターアレイを使うかの方が、いいでしょう。あと、よくインプットを処理をするときだと、トークンに、分別しないといけないですね。第一週間のなんかサッカーの、あと課題を覚えている人だと、まあ、そのサッカーの、の経過の間に、あと、ダッシュとかがあったり、なんか、ドラサインとかがあったときだと、そこで、ストリングを切りたいときだと、それは、トークンですね。あと、1行で、スペースで切り分けたりするときだと、それはもうトークンですね。よくあるのは、CSV ファイルを、まあ、特になんか機械学習を使ってる人が、CSV ファイルを読み込むことが多いで、CSV ファイルが、コマセパレーテッドバリュー、つまり、カマで、分けている、まあ、値ですね。ですので、行を読んで、その行が筋コマ、筋コマ、筋コマで入っているので、そのコマを、その数字を分けてですね、コマで分ける。それはトークン。
トクンカーというんですね、トケナイザーですね。C と C++ の場合だと、この STR トクですね、があります。で、これはなんか C でも使えますし、C++ でも使えます。これは、あと、for char、PSTR トク。つまり、この P が、STR の中の一番最初のトク、スペースで分けるですね。で、P が、ヌルじゃなければ、この for のループを続く。で、P が、次のトークですね。で、これをどんどん続いていく。ですね。こうすると、この P の中でどんどん、トークンずつでいっていきます。C++ ですと、もう少し読みやすい、の SSTEAM がありますですね。これは StringStream っていうオブジェクトで、あと、STR というストリングから、ストリングストリームということですね。これはなんか、シーンとシーアウトとは、実はインプットストリームとアウトプットストリームなので、ストリングストリームがシーンとシーアウトと同じような、インプットとアウトプットストリングを作ります。ですので、シーンとシーアウトのように、while p not end of file で、トークが p とトークに行くということですね。はい。Java の場合ですと、Java util の中で string tokenizer っていう、オブジェクトがあります。で、string tokenizer が作るときだと、なんかどの、なんか切り分けはどのキャラクターですかとかで、指示して、で、st has more tokens。この has more tokens の関数で、どん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 新しいトーケンを出てきます。ですね。これでなんか新しいトーキンを読み込むと、あと STRST の NEXT トーキンっていうことです。はい。あとは、よく、課題の中で、なんか、まあ、競技プログラミングの問題の中で必要するのは、大きなストリングの中で、小さなストリングを探すことです。それはストリングマッチング。あとは、サブストリングの検索っていうことですね。C++ の場合ですと、この関数、C と C++ の場合だと、この str, str という関数ですね。string の中で string を探す。str, str。string, string ですね。string, string はまず大きな大きな string を読んで、次はあと見つけたい substring を入れます。で、こうすると、その p が string の中の substring の場所のポインターとなりますですね。これは、あと、このサブストリングがストリングの中になければ、この p がヌルになる。そうじゃなければ、その p が、ポイントになります。ですね。あとは、もう一つのやり方は、なんかその C++ のストリングのオブジェクトの中が、find っていう関数があるので、string find substring でできますね。で、これは、あと、このポースが、サブストリング、まあ、あれば、そのインデックスが出てきます。なければ、最後のインデックスが出てきます。ですので、ポースが、ストリングの、あと、サイズじゃなければ、それはインデックスとなります。ですね。Java の場合だと、ストリングのオブジェクトが、インデックスオブで、っていう関数があって、そのインデックスオブが、そのサブストリングがのインデックス。なければ、マイナス1が出てきます。あれば、その str のインデックスが出てきます。あとは、あと、ストリングの中で、なんか、ストリングがキャラクター列で考えて、そのキャラクター列の順番を書き換えたいときだと、まあ、それはソートストリングってことですね。あと、C と C++ の場合だと、まあ、ただ、ストリングがアレイですので、ソートすれば、それだけで終わりですね。Java の場合だと、イムータブルですので、ストリングの中でソートができないんですが、あと、ストリングがチャーアレイに書き換える。ストリング中チャーアレイですると、チャーの行列が出てきて、そのチャーの行列をコレクションスでソートすれば結構です。まあ、まあ、これは代表的なストリングの、なんていう、処理の関数となります。で、まあ、じゃあ、この知識を持ってて、アドホックの問題を2つ見ましょう。このアドホックの問題は両方、今週の問題の中ですので、ぜひ、まず自分で考えてから、解析のヒントを聞いてください。
じゃあ、まずは、一番最初の問題。Immediate Decodability ですね。まあ、この問題の、アイディアはこんな感じです。2から8の、なんていう、バイナリーの言葉が出てきます。例えば、まあ、この例でわかるですね。001とか110とか010101とか100とかですね。サイズが、1から10なので、それぞれのサイズが違う。これは33553ですね。で、このセット、これはセットで、このセットがデコーダブルかデコーダブルではないかですね。デコーダブルかデコーダブルではないか、どういう意味なのかですね。それは通信の言葉ですね。通信の言葉ということは、デコーダブルが大きな言葉は、その、時に、誤りがないで、分解できる。ノンデコーダブルというのは大きな言葉がこのトーキンの中で、分解の一つ以上の方法がある。例えば、これを考えましょう。ですね、この言葉を考えてください。001101101ですね。これを一つずつで読むと、これは0だと、どの時でもわからないですね。ここも0だとどの時でもわからない。これは1ですので、ここだと必ずこの1になるですね。なんかこの001の方がないので、例えばここは時計 AAB, C, D, E ですと、これは必ず A でわかる。ただし、ここのセットですと、この001もあるし、でもこの001もあります。A プライム、B プライム、C プライム。こうすると、これが A プライムか C プライムかわからない。ですね。次の文字を読んで、これは0で、これは01。だから、これは、C プライムかもしれないですね。それは A かもしれないですね。それをもっと読まないとわからないですね。だから次は1なので、まあ1はこれとこれとこれでありし、10、これは10で、で、これは101、101両方なんですけど、これがここで終わるので、じゃあこれは、このシンボルがないから、これは C ダッシュじゃないですね。だからこれは A ダッシュで、ここが、まあこの、どれだろうね。これは A ダッシュと C ダッシュとなります。あ、違うのね。まあ、これはいいけど、ここの目的が、その誤解があり得るかどうかをテストするんですね。インプット1の場合だと、インプット1の場合だと、その誤解があり得ません。でも、インプット2の場合だと、こことここの誤解があります。これは、まあ、簡単に言うと、トーキンの中で、プレフィックスが入っている場合だと、ノンデコーダブル。プレフィックスが入ってない場合だと、デコーダブルですね。ここだと、プレフィックスがないんですよね。ここは、その、00101のプレフィックスが001ですね。001が001の01のプレフィックスとなります。では、この問題を解くには、セットの中でプレフィックスの関係があるかどうかをテストすることがいいんですよ。それはどうすればいいのか。考えてみてください。はい、続きます。まあ、単純な解き方が、すべてのストリングのペアをチェックして、プレフィックスであるかどうかをチェックするですね。例えば、まず、このストリングとこのストリングをチェックして、次このストリングとこのストリングをチェックして、次このストリングとこのストリング、次このストリングとこのストリング。で、次これでチェックする。これ結構、ストリングの数が多いんですよね。ストリングの数が多いと、これが時間がかかります。どれぐらい時間がかかるでしょう ?O of いくらぐらいだと思うんですね。
じゃあ、まあ、実際になんかそういうふうなストリング、まあ、あのプレフィックス出るかどうかをテストするには、ストリング、ストリングとかの関数でチェックできるでしょ。でも、あのただすべてのペアをチェックすると、TLE になる可能性が高いですので、それはちょっと早くするにはどうすればいいですか。それは、まあ、つまり、探索合う方の、授業でも言ったんですけど、この問題がプルーニングするためにどうすればいいでしょう。それはまあみんなで考えてもらいたいと思います。じゃあ、アドホック問題2を紹介します。ですね、このアドホック問題2が、シーザーサイファーということです。あのシーザーサイファーっていうのは、昔はローマ人が使った、暗号化の方法です。それはまあ今日は、まあ現在がシーザーサイファーじゃなくて、ロテーショナルサイファー。ロテーショナルサイファーがアルファベットとって、そのアルファベットをシフトして、でそのシフトが、サイファーになる。例えば、ここで I love you っていう英語の言葉があって、シフト3ですると、I プラス3が、I, J, K, L。だから I プラス3が L でしょ。で、スペースプラス3がスペース A, B, C。だからこれを見てる通りに L, C ですね。で、Love, L ですね。L, M, N, O。だからここは O が入ってますね。これは、ロット3。ちなみによくあのネタバレを隠すには、SNS でロット13が見えると思うんで、見たことあると思うんですけど、ロット13がこれですね。なんかそのある文字がプラス13にして、それは、SNS にアップしてネタバレを隠すことが、ね。で、ここの課題が、まあその、このインプットがこの2つです。あの、この辞書と、このなんかそういうふうなネタバレのテキストが入っています。で、このネタバレのテキストがどのロットなのか、どのロテーションなのかわからないですね。わかるのは、この言葉のいくつかを使われている。ですので、アイディアなのは、まあ、この暗号化されたテキストを明確のテキストに変えるには、正しい K が、どの K が正しい、どのロテーションが正しい、どのシフトが正しいですね。これどういうふうに分かるかというと、あの正しいシフトが、この多くの言葉を使う。例えば、ここだと、シフトマイナス1、まあ、実はシフト25ということなんですけど、26ということなんですけどですね、なんか 26G プラススペースで27ですので、これはシフト26ですね。で、B シフト26が A、U シフト26が T。で、このテキストですと、あの、ゾロはここに書いてるんですね。で、アットもここに書いてるんですね。で、ダウンもここに書いてる。アタックがないんですが、まあ、それは仕方ないですね。で、どのアウトプットが正しいかというと、まあ、シフトの中で、その、辞書で書いている言葉の一番多いシフトの方が正しいっていう理解です。まあ、これはまあ結構、ちょっと実装に、手間がかかるけど、アイディアはまあ大体、直接ですね。なんか当然のアイディアです。一つずつのシフトを試してみて、それぞれのシフトに対してどれぐらいの言葉を、出てきてるをチェックするんですね。つまり、1シフトして全ての言葉をチェックする。2シフトして全ての言葉をチェックする。3シフトして全ての言葉をチェックする。まあ、これは、あと、前の簡単な関数をよく、なんか、トケナイザーとか、まあ、ここでトケナイザーも必要ですし、サブスティング語の探索も必要ですし、文字の変更も必要ですので、まあ、それは、あと、文字の基本をよく練習する問題になると思いますので、皆さんぜひこの問題を解けてみてください。あと、ちなみに、解けてみると、
つ、まず一つはなんか自分でもなんかそのロテートのスクリプトが作ることができますので、ぜひ作ってみてください。で、もう一つなんですけど、まあ、一つずつ試してみると、結構遅くなる可能性があるので、まあ、多分 TLE までいかないと思うんですけど、もし TLE になった場合、この一つずつ試すじゃなくて、もっと早い方法があるのかな。まあ、実はありますよね。それをちょっと考えてみてください。多分なんか、単純な方でやっても TLE にならない気がします。はい。では、ちょっと時間が、経ちましたので、このビデオは一応ポーズして、次のビデオだとストリングマッチングについてお話しします。では、また。